第2週のスタディログをご提出いただきありがとうございました。皆さんからいただいた質問とコメントにお答えします。1週間やっている中で問題を解くことが楽しいタイミングが何度かありました。もともと長文問題を解くことが新しい知識を得るという点で好きなのですが、長時間の TOEIC を受ける上でワクワクしながら受験したいです。素晴らしいです。問題を解くことが楽しいっていいですね。 TOEIC 学習が楽しくなりますんで、ぜひその気持ち大事にしてください。いつも講義動画ありがとうございます。先生の動画を見ているとやる気が出てきます。有益な情報、単語の覚え方、学習メソッドも大変助かっています。ありがとうございます。お役に立てて嬉しいです。いつも勉強中眠気に誘われて寝てしまい、時間を無駄にしています。TOEIC の勉強はしたいと思っているのですが、どのようにやる気を生み出したらよいでしょうか？別の方から、お昼ご飯後などのおすすめの眠気覚ましの方法があれば教えてください。第1週のおすすめ動画の中に、東大生直伝、誰でも簡単にやる気を出す方法トップ7、どこでもできるというのがあります。やる気を出す方法を説明した動画なんですが、家の周りを10分ジョギングする、場所を変える、 SNS で勉強の宣言をする、好きな音楽を聴く、カフェインを取る、仮眠を取る、 3-2-1-GO で始めるという7つの方法を紹介しています。で、眠気に効くのはカフェインを取るっていうのと仮眠を取る。眠かったら寝てください。15分とか20分とか昼寝すると頭がすっきりして勉強に身が入ると思います。あとはコーヒーとか飲んでカフェイン摂取してみてください。就職で TOEIC の IP テストか公開テストのどちらも使いますか？また現在2年生なのですが、どちらを受けることがおすすめですか？就活で使うのであれば公開テストを受けることをおすすめします。公開テストのスコアじゃないと認めないっていうところもあるんで、公開テストのスコアを持ってた方が確実です。ただ、オンライン版の IP テストの方が点は出やすいです。なんで、TOEIC クラスの単位を取るっていう目的であれば、オンライン版ぜひ受けてください。オンライン版の方が受験料安いですしね。ABCD の TOEIC オンライン模試は、プレミアムプランでないと受験できないのでしょうか？以前はできたような気がしたのですが、今は ABCD Unlimited 3ヶ月プランの無料トライアル期間中です。アンリミテッドプランだとオンライン模試は受けることができません。料金が高いプロのプランじゃないと使えない機能になっています。ABCD に慣れてなく、自分が持っている問題集を中心に進めています。別の方で実物を持っている教材があるので、そちらで学習しても良いのでしょうか？はい、大丈夫です。紙の本の方がやりやすいっていう人もいると思うんで、そういう人はぜひ紙の本を使ってください。200点上げるためにはどのくらいの勉強量が必要ですか？復習が苦手なのですが、先生が行っていた復習の仕方のおすすめ方法とかありますか？200点上げるのに必要な勉強量。そうですね。1日1時間3ヶ月やると90時間ですよね。それだとちょっと足んないかな。100時間ぐらいかな。100時間から200時間ぐらいやれば200点上がると思います。おすすめの復習方法なんですが、復習ノートを作る。こういう感じで復習ノートを作って、単語なり文法なり覚えなきゃいけないことを書く。ページの真ん中で区切って、左側に覚えなきゃいけない英単語、右側にその訳を書きます。で、寝る前に復習するとき、こういう風に折って英単語だけ見てその意味がわかるかどうか確認する。 TOEIC の勉強するとき、いつもそばに復習ノートを置いといて、後で復習が必要だなっていうのを書き出して、夜寝る前とか朝起きたとき、あとは隙間時間とか使って復習というか思い出す練習をしてください。パート5の点数の上げ方、パート5で試されているのは文法力と語彙力です。なんで、文法力と語彙力を伸ばす。文法と単語を覚えてください。で、文法と単語をある程度覚えたら、あとは問題をたくさん解く。パート5実は点数伸ばしやすいです。パターンが決まっているんで、パート5の模擬問題をたくさん解いてパターンになれると点数上がります。
most や every、all などの後ろの単数複数が何度やっても曖昧でなかなか覚えられません。何かコツなどありますでしょうか。なるほど、 most の後ろは複数形だけど every の後ろは単数形、all の後ろは複数形、そういうふうに決まってますよね。気をつけなきゃいけないのは every と each です。 every と each、 意味を考えると複数のものを指してますよね。 every はすべての、 each はそれぞれの。だけど every と each の後ろは単数形の名詞が続きます。なんで every と each だけちょっと特殊って覚えておいてください。で、あとは意味で most って言ったらほとんどなんで複数のものを指してるんで複数形、 all は全てなんで複数形、 some はいくつかなんで複数形、意味を考えればどちらがいいかわかると思います。リスニングの問題の長めの会話アナウンス、おそらくパート 3-4 が苦手なのですが、試験前の対策や当日の試験中にやった方が良いことはありますか。普段の学習やる際パート3パート4が苦手だったら、パート3の会話パート4のモノローグ、音読する練習ぜひやってみてください。音読しながら慣れていくと本番の TOEIC でも似たようなのが出てくるんで、自分が音読して慣れ親しんだものと近いものが来ると理解しやすいですよね。パート3パート4の問題解いた後、会話とモノローグを声に出して読む練習たくさんやってください。あとは本番の TOEIC でパート3パート4を解くときのコツなんですけど、全体像を把握するようにしてください。大枠を追いながら聞くと全体像が見えてくるんで、細かいところを聞き逃したとしてもきっとこういう展開だろうなとか予想がつくし、大事なところは抑えられてるんで正解の選択肢選べると思います。誰がどこで誰に向かって何のために話しているのかっていうのを意識しながら聞くようにしてください。先生の TOEIC 勉強ルーティーンに興味があります。例えば朝起きたら単語をやるなど、1日にどのようにまたどのくらい TOEIC 勉強をしているのかが気になりました。すいません、 TOEIC 勉強全然してないです。今 TOEIC の本を作ってるんで、それでまあ TOEIC の問題見て解説書いたり語中つけたりとかそういうのはしてるんですけど、自分で TOEIC のために単語覚えたり問題解いたりっていうようなことはしてません。そうですね、英語に触れる機会って言ったら YouTube で英語のニュースを見るぐらい。私イギリスが好きなんで、いつも YouTube でイギリスのニュース番組 BBC Channel 4 Sky News はチェックします。で、ニュース見ながら知らない単語が出てきたら調べたりはしますけど、そういった意味では英語の勉強全然してないですね。もう少し課題と TOEIC の時間管理をうまくできるようにしていく。課題に追われて睡眠時間が7時間を切ってしまっているので、来週は7時間を確保できるようにする。はい、ぜひ睡眠7時間確保してください。1週目は乗り越えられたけど、週を重ねるにつれてどんどん難しくなりそうで、負荷がかかってきたらどうキャパオーバーせずに続けていけるか少し不安です。やるだけやって自分の限界に挑戦してみてください。キャパオーバーしないように気をつけながらやってください。今週は全く計画通りにならなかったことに反省しています。次週はこの分を取り返せるように頑張りたい。ぜひ頑張ってください。自分に負けないように頑張ります。いい心がけですね。自分に負けないように頑張ってください。今週もありがとうございます。ありがとうございます。今週の返答動画は以上です。また来週。